リンリン、ハローパラレール、リンリンパラレールのリントです。はい、本日はこちらのクロミのゴシクルーム開けていこうかなと思います。はい、ということで、本題入る前によろしければこちらチャンネル登録、高評価、そして、X、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。はい、ということでね、ちょっとクロミちゃんグッズをちょっと受けて。じゃあ早速ね、こちら開けていこうかなと思います。で、まあ大人買いセットなので、確実に当たるっていう状態ですね。はい。じゃあうちの子たちここに置いていって。これ綺麗に剥がせんのかな？この箱、取っときたいんですよね。あ、でですね、今遊戯王カードの整理をしてましてですね。こんな状態でございます。これリビングのね、食卓テーブルなんですけれども、ごっちゃごちゃでございますね。わ、これうまく開かないパターンじゃね？私こういうの意外と取っときたいんだよな。なんかね、剥がれない、うまく。もうカッターでここでピーって切っちゃうか。そのシールいらないな。めちゃくちゃいらないんだけど、このシール。いや、なんか多分だけど、このシールのついてる箱は、大人買いでっていうので、全部絶対揃うよっていう保険としてね、クレームがね、来ないようにね、多分なってるんでしょうけども。これうまく剥がせないの？あ、こっちは剥がせそう。あー、でもダメっぽい。あー、箱が、いいです。もう。はい。で、そう。これで買うと、そのね、このパネルが手に入って、これだよね。これが、ジオラマ用のパネルだよね。ってことは、これを、たださ、綺麗に取るのいいんだけど、ここまではミシン目ついてんのにさ、この先ミシン目がさ、ついてないっていう、大人買いセットでさ、せっかくやってくれてんのに、なんかそこ残念じゃね？もうクレームばっかり。ほら、ここミシン目ついてないからカッターで綺麗に切りなさいってことだよね。ああ、このミシン目はあれか。お店で売ってる時、用向けのミシン目か。これを売りにしてるんだったらさ、もっと取りやすくした方がいいと思うよ。わざわざだってさ、ね、こうやって、箱買い特典でジオラマが作れるよって書いてるんだったらさ、もっとここを売りにするべきじゃね？なんかほら、ここまでミシン目ついてたら、ここもミシン目つけといてさ、ピロッと取れるようにしといてくれたらいいのに。いやー、ほんとただのクレーム。ほんとこういうね、客がいるからね、こういうさ、ね、お菓子とかおもちゃとかの時にさ、厄介な客が来たなって思われちゃうんだよ、ほんとに。よいしょ。ね、どの口が言ってんだってね。よいしょ。こうして、こうして。よし。ちょっとギコギコやりすぎたかな。まあ、後でこの断面はね、綺麗にやれば OK。あ、こうなるのね。はいはいはい。ああ、いいんじゃないですか、これは。これはこれで。うちのね、このリントちゃんのね。リントちゃん、どういう体勢今。すごい。もう、ケツでグインじゃんか。ちょっとちゃんと座っといて。はい。君はちゃんと座っといて。はい。はい。こうして。はい。じゃあね、どっから開けていこう。一番前から順番に開けていこうか。排出のね、順番ももしかしたら決まってるかもしれないんで。はい、こんな感じです。さあ、誰が出るんでしょう。これを、避けちゃうとあれだね。一個は箱取っときたいから、ここから開けるか。綺麗にね、箱を取っときたいんで、こうしましょう。はい、一番ここね、手前、右側。ドン。はい。出たのが何番だ？これは。5番。結
ことはここに5ってことはこっち1番かな。はい、お茶でも飲んでゆっくりしようよですね。はい、開けるのは最後でいいかな、ちょっとごちゃごちゃになりそうなんで。5番で、あーやっぱついてるんだ。でもこれ結構この線切って使うことあんまりないんだよな私。このジオラマの時にも使ってんのかな。あ、一応あれなんだね、ここも使えるようになってんだ。背景スタンド、ノリって書いてある。うん、別にここにつけてる時にこのこれで作れるものは置いてないので作んなくていいかな。よくいしょ。じゃあ次こっち、多分これが1番なのかな。で1個綺麗に箱取っといたんで、この箱だけ取っといて、あ、ガムが入ってますね。はい、いつものガムで、これ何味のガムなんだろう。うん、味は分かんねえな。うん、ガムです。はい、では次こっち側ね、多分これが一番なんじゃないかな。あ、やっぱこうやって開けると綺麗じゃなくなるね、これね。ドン、ほら一番だ。はい、一番です。ってことは 1,2,3,4,5,6,7,8 で入ってるね、多分ね。1番、やっぱガムがずっといる。ガム噛み噛みしながら、最初は難しいのでガムを出します。じゃあ食べんなよって話だね。はい、すみません。はい、よいしょ。えい、でこれが1、朝はつい寝過ごしちゃうんだということで、ベッドですね。はい、ベッドのセットです。結構でかいなこのベッド。あ、で、あの、アロマのスタンドみたいのがあるね。はいはいはい。これ全部開けてから組み立てて、飾っていこうかな。では次に、多分これ2番で合ってるはず。でるるん。おお、やっぱ2番だね。ってことは、クロミちゃんが欲しい人は、未開封があったら、ここを取るとクロミちゃんが出るみたいですね。はい、2番。どんな値になろうかなということで、中がクロミちゃん。おめかしできるクロミちゃんと、おめかしできるクロミちゃんのこのリボンとクロミちゃんと、鏡でここに貼るシールですね。はい、では次、これが3番ですね。まあ予想裏切らなければ。よくいしょ。リントさんどうしたの？リントさんなんかずっと落ちてくるね、君ね。どうしたの？普通に座ってなさい。そんなにツルツルです？その、椅子。やば。なんかツルツルなんですね、君。はい。で、3番。今日はどこに行こうかなですね。はい、ということでパラソルと、キャリーバッグ、これキャリー、あ、やっぱ引っ張れるんだね。おー、すごい。に携帯電話というかスマホですね。はい、ではこれが順当に行くと4番で間違いなしのはず。ドドン。はい、4番。恋愛小説にハマってるんだということで、ソファーと本ですね。よっこいしょ。はい、ソファーと本とブックスタンドですね。あとしおりがついてるのか。ただこのしおり、あ、一応挟めるようになってるね、この本が。はい、ちょっと君たちこの辺にいて。はい、でこれがおそらく6番。よくいしょ。はい、6番。
キャビネットということで、あたいの特製らっきょ、あ、らっきょ入ってんだこれ、らっきょと、本棚ですね、と、これは、花瓶か、はい、がついております。はい、では次、順当に行くと普通に7番、よっこいしょよっこいしょよっこいしょ。7番、恋する乙女の身だし、恋する乙女は身だしなみが大事だよということで、身だしなみのセットですね。アロマ系かな、香水かとボディクリームがついてるね。これコットンかなんかかな、で櫛にクッションかな、はい。シートマスクがついてる、シートマスクの袋、リボンヘアバンドだって。これ後でちょっと見てみようか、裏に何ついてるか。で最後、はい、ではラストが、普通にこれは8番で間違いないですね。はい、ということで8番、毎日の日記は欠かせないよということで、日記とテーブルと、これは日記の鍵かな、でペンがついてるね、はい、というところです。はい、では1個ずつね、この後開けていくんですが、まず開けていく前にこれ裏見てこう、1番じゃない、これ5番だ、順番にしよう、よいしょ。1番の、朝はつい寝坊しちゃうんだの裏はスリッパの置くラグとディフューザーコース、あ、コースターね、でアイマスク、ほうほうほう。でこっちがショッパー、あ、ショッパーね、かわいい。で写真、この写真は特に何かにつけてとかじゃないのか、でもスマホのところにつけられそうだね。はい、次が今日はどこへ行こうかなのやつと、ハンカチ、折りたたみミラー、これ折りたたみミラーになってんだ、ちゃんと、お、なってんださ裏側も。そしてシティガイドマップ、おー。で4番がブックスタンド、雑誌、おまじないブックってなってて、これ中身もちゃんと、お、書いてあるね。これはね、切り取らないんですけど私は。ほうほうほう、ちゃんと中もあるやつ、あるタイプのやつはちゃんと中もあるんだね。なんて書いてんだろう、文字ないブックでしょ、でこっちは黒みって書いてる雑誌でしょ、で中はちゃんと書いてる、ネイルのおまじない、ハートのおまじないって書いてる。左手の小指に赤いハート、赤いネイルでハートを描こう、好きな子から連絡が来るよ、来るかな、来るかな、好きな子から連絡来るかな、キャリーパミパミから連絡来るかな、来るわけない。はい、ハートのおまじない、ピンクの折り紙をハート型に切って好きな人の名前を書いて二つ折りにして持ち歩いてると両思いになれるよ。マジかよ、そんないいことあったらキャリーちゃんと両思いになれるかな、無理だね、結婚したね、でっか子供ができたらしいよね、あのお腹に子供がいますっていう投稿してたね、あの子供生まれるのが私は楽しみです。はい、でこっちがふわもこなバグのあったかスリッパだよとか、あー、リラックスアイテムとか紹介だよってやつか、はいはいはい、ってところです。はい、次、お茶でも飲んでゆっくりしようよの裏は、あー、さっき見たやつだね、マカロンの箱で、あたいの特製らっきょうの裏はカレンダーとらっきょトング、あ、これ折ってトングになるよと、でらっ今日便用のコースターがついてた、はあ、ああ、これは裏は特になんもないね。はい、次、恋する乙女は身だしなみが大事だよは、さっき見たやつか、シートマスク、マスクの袋、そしてヘアバンドで、こっちが最後がラグマットと、写真が3つついてるのか。ほう、では順番に開けながら、ディスプレイしてきた、うわしたいんだけど、これ多分ね、こうなんかの重しがないとね、ならないんで、こうしましょう。はい、ではまずベッドからかな、じゃあベッドから開けていこう。はい、こちらがベッドです、よいしょよいしょ、すげえ、ベッドちゃんと布団と別だ、まあ、ただ布団カッチカチだけどね、これだったらね、カッチカチの布団と、
ベッドのトップの部分と、アロマと、枕とスリッパと、そのアロマのところに入れるスティックね。はいはいはい。ゲコマだね、ほんとに。で、ベッドはここだけ組み立てか。よっこいしょ。で、カチッと。おー。ベッドは位置的には、この辺。ベッドこの辺で、枕は、枕として置いて、スリッパはちょっと置くところは、他のものが出来上がってから置く場所をこう、考えようって感じかな。とりあえず一旦ここに置いておきましょう。はい。ということで、1番がこちら。では2番。どんな値になろうかなということで、早速じゃあロミちゃんですね。かわいい。前のねやつのクロミちゃんとマイメロのなんかあれかスイーツ系かのやつだとこんな感じのクロミちゃんが書いておりました。かわいい。それよりもちょっとクロミちゃんサイズがちょっと大きいかな。12分の1のフィギュア、リントのフィギュアが12分の1なんだけど、12分の1と一緒に並べると、うん、サイズ感的には多分ちょうどいいぐらいな気がするな。まあ、12分の1にしてはベッドはちっちゃいんだけどね。まあ、クロミちゃん向けのベッドなんでね。仕方ないところですが。クロミちゃんのサイズ的には12分の1ぐらいなんじゃないかな、これ。よっこいしょ。ではまずここに、はい、これを貼りましょう。うい、綺麗に貼れました。綺麗に貼れたんだけど微妙に空気入るな。まあそれはどういう状況でも仕方ないな。鏡はこの辺かな。で、クロミちゃん。で、クロミちゃんのスタンドが、どこへ行きまして。あ、スタンド、ちゃんと出てなかった。あっぶねー。あっぶねー。捨てるとこだったぜ。あっぶねーぜ。あ、スタンドかわいい。クロミちゃんのドクロのやつになっている。よいしょ。はい。で、ここにリボンを、好きなのをつけれるんだ。おー、ピンクのリボンのクロミちゃん。うん、かわいいね。なんかでもなんか、ちょっと汚れがついているよ。この白いところに汚れつくのだけは勘弁して。よいしょ。ちょっとガンダムの白いマーカーで上から塗ってあげましょう。後で。ほう。おー、今回は、でもやっぱ紫のリボンかな。はい。紫のリボン。お、前のクロミちゃんよりやっぱりちょっとでかい。よし。はい。っていう感じでございました。どんな値になろうかな、2番です。はい、次3番。今日はどこへ行こうかな、ということで、傘と携帯電話ですね。と、旅行カバンね。さあ、こちらでございます。よっこいしょ。よいしょ。ほい。まずは旅行カバン。あ、これ開くんじゃん。で、あ、ちゃんと持てるようになってる。ただ、クロミちゃんに対してはでかいんだよ、やっぱな。リントちゃんで、ちょっとちっちゃいか。12分の1にしてもちょっとちっちゃいのかな。まあでも12分の1とかだったらもうちょっとこれが伸びてくれればの話だけど、持てなくはないか。日傘とかもこれ組み立て式でしょ。組み立ててあげて、あ、さすがにちっちゃいね。うん、さすがにちっちゃいね。はい、っていうところでございます。日傘で、携帯電話用の
シールですね。今携帯電話って言わないのか、スマートフォンだよね多分ね。スマホのサイズ感的にはリントちゃんの大きさにこうマッチする大きさだね。うんうんうん、はい、っていうところでございます。この場合だったら旅行カバンをこの辺に、旅行カバンはさ、なんかさ、こうベッドのこういうところに隠してそうじゃない？なんかまあこんな配置のお家はないけどね、だいたい普通ちゃんとこうベッドとかってさ壁にベタってくっつけちゃうじゃん。だからこう空間を生かした置き方は普通しないとは思うんだけど、ちょっとこう空間、いやー空間生かした作りがいいな、おしゃれだし、そうなったらこうだろうな、空間生かした場合ね。で傘がこう、傘がこう、傘とかこの辺に置いといてみる。でスマートフォンは圧倒で、はい、ということで、今日はどこに行こうかながこちらです。次4番、恋愛小説にハマってるんだってやつですね。でこれがどれだ、これか。ちょっとここに置くには物量が多いな。おしゃれに飾ってあげようとか言ったけどさ、物量多すぎてさ、なんかそんな綺麗に飾れない気がしてきたぞ。物多いな。私んちなみに物多いな。ソファー。ってことは、全部置くは無理なんじゃないか、これ下手したら。ああ倒れないで。全部置くは無理っぽいから、できればでもこの中でこう収めたいから、こうかな。で本、これでしおりがこれね、はい、これは後でテーブルが来たらそのテーブルの上に置きましょう。でブックスタンドはあの棚があるのでその棚に乗っけましょうか。はい、ということで恋愛小説にハマってるんだがこれですね。他は小説ってことだね。ラブブレ、読めない、英語読めないんですよ私。ラブなんちゃらとは書いてる気がする。でもしかも筆記体だとより一層読めない。はい、で次がこちらですね。はい、お茶でも飲んでゆっくりしようですね。でマカロンとかが入ってるのね。でお茶が、ティーポットが、ティーポットかわよ、え、ティーポットをかわよ、すげえ。私が指が荒れてるのがすごいあれだね。ほら左へ曲がりますって言ってる。左へ曲がってください。ティーポットかわよ、こんなティーポット欲しい。で、これが紅茶のやつですね。で、紅茶のこのソーサーの方にもう、初期から色がついているというショックでございます。あと、バランスがすげえ悪い。すげえ揺れるんだけど、はい。で、バク。バクくんね。バクくん。バクくんのぬいぐるみはソファーに乗っけといて、キャンドル。これ、なんかね、すっごいふにゃふにゃ。で、マカロン。あ、で、これお茶、あれだ、お茶中身ある。お茶ここにこう中身がある。はい。ちょっと、あ、マカロン。マカロン片方ほら、ドクロだ。かわよ。ほー、いいね。では次。で、今のがこれね。お茶でも飲んでゆっくりしよう。ですね。で、次が、あたいの特性、らっきょ。らっきょ。あたいの特性らっきょはこれですね。
よっこいしょ。はい。棚。そして、ラッキョの瓶と花瓶置き。よっこいしょ。えい。で、ラッキョがこれか。あ、ラッキョっぽいのが入ってる。そして、それ用の瓶の蓋。で、花瓶。クロミちゃんのオブジェとバラが入ってますね。はい、こんな感じ。これを、ほんじゃあ、ここに置いて、で、キャンドルを置いて、ね、手でやるもんじゃないんですよ、こういうのって。ピンセット、あ、ピンセットか何かでね、やった方がね、いいんですよ。よし、 OK、 ひとまず。てか、これこっち側にして鏡こうしてやろうかね。で、アロマ。ここに置いて、これ多分入れるとしたらここじゃね？こうやって。ね、こうだよね、多分ね。で、ここに、本をちょっと入れてやって、ラッキョの瓶は上に乗っけられないんで、ここで。はい、オッケー。では次、あ、今のがこれね、あたいの特製ラッキョ。では次、恋する乙女は身だしなみが大事だよということで、はい、身だしなみ。身だしなみが大事だよっていうのは分かるんだけど、これ置く場所ちょっとなくね？テーブル足んなくね？これ全部乗っけるは無理な気がするんだけど、まずこれはあ、かわいい。コットンですね。ほう。で、コットン用の蓋がこれか。はい。で、あ、フェイスミルクって書いてる。はいはいはい。乳液ですね。はい。で、フェイス、違う、ボディクリーム。はい。で、ボディクリームの蓋がこれ。かわいいな。いちいちかわいいな。で、多分これ、櫛ですね。クロミちゃん。クロミちゃんの櫛。櫛、置けないんですけど。はい。置けたんですけど、これどこに置くんですかね。え、無理くないこれ。え、置けるこれ。はみ出ますけど。はみ出ますけど。え、はみ。どうすんだろう、これテーブルに置くのかな。え、超はみ出ますけど。あとでテーブルが最後あるんで、テーブルに置いてみましょう。はい。ということで、恋する乙女は身だしなみが大事だよでした。では最後、毎日の日記は欠かせないよです。はい。これにね、テーブルがついてくるんですけれども。あ、あとそう。これにクッションがね、ついてますね。このクッションどこに置くんですかね。
テーブル。あ、このテーブルとソファーは別ですね。あ、ということは、ここにこうやって置いて、ここにこうやって、化粧品多くね？そうなったら。化粧品多くねってか、化粧品でかくね？そして、これがダイアリー、日記、中は？あ、なんか普通のノートですね。これどうやってつけるの？あ、ビヨンと、軟質パーツになってて、これで、ここに、こうやって、こうして、はい、やると鍵がつくと。はいはいはい。ダイアリーは、じゃあ、この、キャリーケースの上に置いといて、キャリーケースってね、そんなしょっちゅう使わないと思うから、ね、使うときだけこう取り出すという方式のお家ということにしとこう。で、これペンね。あ、これペン。This is a pen。最悪でございます。最悪でございます。花瓶が、花瓶も木も、キャンドルも全部倒れやがって。今手元にピンセットないんですよ。これあれだね、あの、ひっつき虫っていう、ひっつき虫っていう、あの、フィギュアとかを固定するね、練り消しみたいなやつがあるんですよ。あれでひっつかせて、置いとく、飾ったらもう固定してしまう方がいいかも。ちょっとの揺れで全然倒れる。はい。で、これがダイアリーの鍵。This is a key! はい。ということで、はい、鍵。そして、This is a pen? って感じでペンですね。で、携帯はまあ、あえてこの辺にトンって置いといてみて、クロミちゃん置いて、化粧品が、あまりにも場所を取りすぎていて、ですね、テーブルがもう一個欲しいでございますね、これね。全部乗っけんの無理じゃね？こうでしょ？あ、マカロン下に落ちたよ。最悪でございます。はい。あのね、机の上パンパンなんですよ。物置きすぎでしょ、これ。で、この、ここに、リボンと、ハットを乗っけて、で、スリッパを、この辺にこうで、読んでる本とかここに置くと、はい、はい、とりあえず全部置けた。おい、とりあえず全部置けた。おお。これを喜んでいいものなのかどうかあれなんですけど、はい。とりあえずね、全部は置けました。で、リントちゃんのお部屋の横にこれ置こうかなと思ったんだけど、リントちゃんがでかい巨人に見えてしまうっていうね。はい。この状況でございます。全然巨人じゃないんだけどね、リントちゃんはね。ただ、リントちゃんが巨大にすごい見えてしまうという、罠ですね、これね。まあ、クロミの部屋とリントちゃんの部屋ということでね、いいんじゃないでしょうか、というところですけれども。はい、っていうところですね。ちょっと、あとは、これをね、ちょっと配置したい場所があって、どこかっていうと、これをね、リントちゃんのジオラマみたいなの、ここに軽く作ってるんですよ。上はなんかライダーグッズだけ置いてあって、で、上はリントちゃんのお部屋風の、なんだろう、なんか、買ったんだけど、ちょっとこの部屋の配置に納得はしてないっていうところで、プラス下にも、ね、こんな感じで置いてるんですけども、この辺改造して、この辺に置いていこうかなって思ってます。で、いつかはね、この自分で、ごめんね、ベッド切った中でね、この自分のお家をこのミニチュアで再現できたら最高だなと思ってるんですよ。したらリントちゃんに私の日常をね、変わっていただいて写真を撮ろうかなとか思うんですけど、これをね、ミニチュア化して作るっていうのはね、なかなか難しいんですよ、この家を。だから、ちょっとそれはね、不可能に近いんで、ちょっとできないとは思うんですけども。
うん、だって作るにしたってどうする？このお家こういう感じでね、あの長方形なんです。奥行きが広くて横ちょっと狭くてだから、だってそれで作るってなったらさ、こっちにベッド、このベッドそこに置いて、でこの今いるここね、ここがこっちの入り口で、でパソコンのデスクがここにあってみたいな配置でしょ。ちょっと無理だなちょっと無理だな。うん、やめよう。難しいことはしない。難しすぎるもうすごいひどい。開けたやつがドンって置いてあって、はいっていう状況でございます。はい、ということでね、なんか30分ぐらい40分ぐらいかな、長々とお話ししながら、こちら開封させていただきましたが、本日ね開封させていただいたのは黒身のゴシックルーム。箱はちょっと入りにくいからこっちがいいな。はい、ということで黒身のゴシックルームですね。はい、こちらの方の開封させていただきました。うん、あの中身を超満足、超可愛い。これね、全部揃うのは最高にいいですね。もうクロミちゃんがめちゃくちゃいっぱいいますね。最高です。はい、ということでね、こちら、ご紹介でございました。もしよろしければね、チャンネル登録、高評価、そして Twitter、Instagram、TikTok やってますので、よかったらそちらの方のフォローお願いいたします。それではね、また次回の動画でお会いいたしましょう。以上、リントでした。バイバーイ。後で飾り付けしないと。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上、リンドでした。バイバーイ。